はい、それではショベルナイト実況続きやっていきたいと思います。前回はエントランスをクリアして、今回はタワーオブフェイトアセントですね。アセントっていうのは上り坂とかっていう意味があるんですけど、まあ、もしかしたら続きがもう一個ぐらいあるのかもしれないですね。登った先にというか、おお、なんだここ、海か。ここは危ない。このヘドロがついたやつはどうなるんだったっけ。あ、上に行くのか。あ、そうだ、海の中ってジャンプ力がえらい増すんだったな。これ左でいいのかな。あー、オッケーオッケー、左で良さそう。こ、ジャンプ力がすごい高い。これ何回もジャンプできたっけ。あ、できないか。一回もミス せずに。あ、ダメだクリアしたい。最後ですからね、最後は近いですから、できれば。これはずっと下突きしてたらダメだな。ここで振る、よし。ここジャンプ難しい。結構えぐいな、これも。よっ、オッケーオッケーオッケー、いい感じ。これチェックポイント、あ、やったね。よーし、ん、こうか、よっ、よいしょ、オッケー、バッチリ。あれ、生きてる。あ、あの忍者がいるぞ、忍者が。あー、弓打つ方か。よし、いいよ、ナイス処理。どっちかっていうと上行きたいのかな。上に行きたいよね、上に行こう。一回食らってるから OK ね。何をしてるんだやってしまったいや、まあまあ、一回目は、一回死んだぐらいはちょっと見逃してもらえるかなっていうのがあるんですけど、よし、いいぞ。よし、こうかこうか。で、これなんか釣り竿で取れるらしいですね。釣り、ん、あれ、取れない、針落としてくれない。あ、なるほど。おお、すごい、本当だもっと早く知りたかったっていうところがありますけど、まあ仕方ないですね。ん、あ、これはあれか。おら、よし、ナイススルー。これ多分テクニックスルーだから許されるな。はい、で、熱っ、熱い、熱い。あー、これ隠れてる、いっぱい。あー、しまった。ちょっともう適当に、なんか適当にすごい適当に進んじゃったけど、いいかな。よし、オッケー、よいしょ。おー、まあまあ順調だな。よし、お肉ゲットして第2チェックポイント。なかなか、ああ、なかなかいいんじゃない。おー、いい、いい、いい感じ、いい感じ。もうちょっと注意していけばよかった。なんかスッスッと言ってるのがちょっと怪しいなと思ったんですよね。再チャレンジ。あつあつ、あちち、よし、いいぞ。ここちょっと下げて、ちょっと下げ気味で、うん、こうちょっと、よーし、いいぞ。透明魔法うまく使った。うわ、ここ、いけ、行くしかない。あー、オッケーオッケーオッケー、バチバチ、いい感じに進めてんじゃないかな。あー、惜しいよ。ちょっと風、風やめろちょちょちょよし、オッケー。あ、キラキラ光ってんな。釣りした方がいいかな。まあ、いっか。よし、ゴーゴーゴー。やめて、風やめて、風やめて、か、押すのもやめて
あ、しまった、なんか使っちゃった。やめて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 、お願いやめてください。あー、わけわからないことになっちゃった、これ。あー、もう、もう行けばよかった。行けばよかったんだ。よし、戻ってきた。こいつをどうにか倒さないと。あ、倒せた。よし、いいぞ。くそ、何回も死んでしまった、ここで。多分カットされてるような気がするけど。お、音符。じゃじゃん、これ降りていいのかな。よし、チェックポイント3つ目。これ針か。針があった。あ、針がある。よっ。よいしょ。ベルトコンベアも難なく。なるほど。いろんなの、いろんなのが動いてるな、これ。よし、いい感じ、いい感じ。あ、これ急がないとやばいやつだ。これ急がないと。あ、大丈夫か。あ、音符、あ、取れなかった、これ。もう取れないやつだ。取ったら死ぬ。あ、あ、ちょっと待って、やばいやばいやばい。よし、いいぞ。結構難しいな、ここも。この辺掘ってていいのかな。適当に掘ってよ。ん、お、あ、あ、あ、う、あ、しまった、しまった、なんかやった。何やってんの、何やってるか全然分かんなかった、自分でも。うん、ここなんでこんなにいっぱいブロックあんのかな。あんまり気にしなくていいのか、その辺は。よいしょ、回収で、ここで一人弓が出てきて、よし、処理。うん、あ、爆弾ネズミだ。あ、でもこれ考えないと。あ、やばい、これ。あ、ちょっと待って、どうしよう、パンチでいいかな。あぶ、あ、うわ、うわ、ワンパンチがなかったら死んでた。よし、危ない。お、ここ左なんかあるな。お、お肉か。あぶねえ、思い出してよかった、パンチのこと。ん、なんだこれは。リンゴ、リンゴ、お肉、こんなにいっぱいで、チェックポイント。あれ、もしかしてもうボスか。あ、ボスっぽい。わ、みんないる。おお、どうしたんだ。うん、今までのボスがみんないますね。再戦、もう一回戦えるみたいなこと言ってる。全員とやるのか、今から。うん、マジ？本当に？一戦ずつやっていくの？激しいな、ちょっとそれは。懐かしい、どんな攻撃パターンだったかちょっとよく覚えてない。なんか、ここからスカッてやってくるんじゃなかったっけ？あ、それもうやめたんだ。まあまあ、いいだろ。いやー、それ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 。全員とやるのか。あー、これこの後どうするんだっけ、こいつ。なんか、変わったことしてくるんだよな。あー、そうだそうだ、なんか召喚したい。懐かしいな。よっ、あー、やばいやばいやばい。で、動いてからのここに現れる。よし、いいよ、チャージ攻撃入った。で、
砕いたりしながら、よし、次誰だ。オッケー、こいつ何してくるんだっけ、全然覚えてねえよっよっよっ、あ、お肉か、なるほど。一戦ごとにこのお肉消えちゃうかな、出すんじゃなかった、あー消える、消える、 取った方がいいわ、もうこんなの。あ、そうそう、ファンファレ攻撃ね、懐かしい。よっ、あ、危ない。あ、でもこいつは楽勝だな。よし、いいぞ。次、モールナイトか。違う。こいつなんていう名前だったっけ。あー、これトゲ生み出すやつでしょ。やめてやめて。そうそう、こいつは強いんだよ。あ、ガードしてる。危ない。トゲになったらな、関係ないからな、体力とか。多分こいつが個人的な山場な気がする。やっべえ、ないないない、足場が、ちょっとこう、あ、やばいやばいやば、すごいいっぱい魔法使ってる上ちょっと使わせてもらって、よし、すごい適当だったけど。次誰だ、次がモールナイトか。懐かしいな。あー、肉出しちゃった、もうまあいいか、取るか。よっ、なんか潜るんだったっけな。よし、あったな、そんなの。あ、こいつ今無敵？よいしょよいしょ、よし、ため攻撃もまあまあうまく使いながらクリアしていきたい。全くあれだな、休憩とかの間がないなお、ナイス跳ね返し、うまいこと跳ね返してる。よし、よいしょ、おー、ナイス、今のはちょっとうまかったな。次誰だ、あー、こいつなんて名前だったっけ。あ、プレイグナイトだったかな。あー、今のため攻撃外したのちょっともったいないな。あ、そう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 、こんなの作ってたな。いいぞ、よっよっ、跳ね返せなかった。あ、これ必死になっちゃうな何も喋ってない気がする。よいしょ、お、やるじゃないか。しかし、さらば、自分ので死ぬがいい。おお、海のステージのこいつなんていう名前だっけ、トレジャーナイトか。それ最初も引っかかったな。よっ、あれ、でもこんな海のステージだったかな。あー、やばい、これちょっと、あ、そう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 、これ食らったらやばいんだった。そうそう、そのダッシュが嫌だなーとかって言ってましたね。おっと、これ本当にあれだな、フェイズロケットしまった、忘れてたそれ。あ、でも全然回避できる。あ、いたたたた。よっ。よっ。あー、それそれそれ、その動き。よし、ナイス。あー、つらい。多分ティンカーナイトはそんなに言うほどだと思うけどな。まずは、第一形態を、難なく倒したいけど、一回食らっちゃった。よいしょ、よし、いいよ。あ、こけてる。
あ、こんなことしてきたっけ。よし、次の携帯。いいぞ。まあこいつはまあ分かればそんな大したことないからな。あれ。あれね、これをこう動いてね、こう動いて回避していく。あれ、辛いのか辛いのか、ショベルナイト。これなんかちょっと怪しい感じになってるけど、よしよし、そうそう、その動き、その動き、いい動きだった今のは。いいぞ、勝てる、勝てる流れ。あ、しまった、しまった。よっ、あと1回、よし、最後プロペラないとか。一発目チャージ攻撃、よし。ああ、懐かしくはないか。なんか懐かしい気持ちになってるけど、こいつは別に懐かしくない、最近のやつだ。こいつそんなに大したことないからな。あ、そうだ、これ即死はあるな。でもあれ、こんなに爆弾降らしてきたっけ。おお、あ、即死のステージ作る前に、よし、はあ、勝った、全員やってやったぞ。あれ、何してんだこいつら。あ、全員落ちそうなのか。あれ、上がってくる。あ、手を貸してくれって言ってる、助けてくれって言ってるのかな。仕方ない、助けてやるか。俺、俺、あ、これみんな喋ることがあるのか。これは何だろう、感謝してんのかな。うん、あー、でも女王様にはかなわないんだぜみたいなこと言ってる。うん、あれでも、お前を恨むぞショベルナイトとか言ってるな。あ、なんかすごく難しい言葉を使われてる気がする。あ、そうだ、ポラーナイトか。うん、じゃあ先に行くよ俺は。あ、やっぱり続きがあるんですね。次が本当の最終章か、ターボフェイト。はい、ということで全くノーミスクリアできませんでしたが、次回おそらく最終回ですね。はい、今回も見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。